はい、皆さんこんにちは、アジでございます。ドラクエ7やっていきましょう。イーミさんのお父さんだったんですね。バックバカ野郎かと、回答式の挨拶か。それはそうだったな、すっかり忘れたぜと。お、あ、こうなんだね。その後回答式は滞りなく終わり、人々は祝いの宴へと移っていった。あちたちも人々に混じり大いに楽しんだが、ただそこにバロックとクリーンの姿はなかった。そして夜が明けたと。ん？どこで寝てんのこれ。こんなとこあったの？どこここ？どこに変わった本はと。おお、ようやくお目覚めかい？ほとんどの人はもう出発しちまったよ。あんたたちも対岸に旅立つつもりなんだろ。早くしないと向こうの町に着く前に日が暮れちまうよと。おう。ふう、開通式も無事終わってようやく一息つけるよ。長年親しんだこの小屋を離れなきゃならないのはちょっと寂しいけどなと。ああ、ここ、あれか。現場事務所か。いや。あ、これで入り口ね。広いんだね、ここね。で、早速旅人や行商人たちが走り聞きしているよ。きっとこの風景は何百年先でも変わらずに続いていくんだろうね。ああ、もうなんか、匂わすね。なんもなかったかな。あ、いや、あるある。この世には時の砂という不思議な力を持った砂があるそうです。何でもそれを使えば少しだけ時間を戻すことができるとか。え、あなたたちが時の砂を持ってるんですって？嫌ですわ、ご冗談ばっかり。時間が戻る砂なんて作り話に決まってるじゃありませんか。自分で言ってるそうなんだね。この人の話は聞いたね、前ね。よいしょと。おお、この人は？ここは、ああ、はいはい、いや別にいいですよ。はい、こいつは鉢を作るのに余った資材なんだが、これを片付けるのは一苦労だよ。いっそこの資材を使ってここに何か作っちまうのもいいかもなと。これと渡し船の要の人でしたっけ？立派な橋もええもんじゃが、わしはやっぱり模写しながらの渡し船が懐かしいの。そういえばね、大阪はね、一応ね、水の都と言われてますんで、水の都じゃないか、それはベニスか、水の町とも言われてるんで、結構運河が多いんですよね。で、私があるんですけども、ちょっと私持ったことないんでね、いやいや、すいません、シャレ言ってるじゃないですけど、運河を渡す私があるんですけどね、私はね、それ乗ったことないんでね、乗りたいなと思ってね、大阪市がやってるんですかね。だから無料で乗れるって聞いたんですけどね。うん、やっぱりバロッコの造形は素晴らしいなと。なんとも言えない味わいがあるよ、ほんと。いや、おかげさまで一番に橋を渡ることができましたよ。開通式に大勢人が押しかけてきた時にはどうなることかと思いましたがねと。おお。リートルードって健全すぎて私に合わないのよね。いい男もいなかったし。で、私にぴったりの土地があるの違いないわと。そういう予感がするのよと。あれかな、あの人、おお、出ちゃうんだね。喧嘩しないとかな。さあ、じゃあ行きましょう。何か、あれ？ここって、ここって、あ、違うか。メタルスライムが出てくるから違うんだね。え、なんでホイに唱えたの？なんでホイに唱えたかちょっと分かんなかったんですけど。やることないからホイに唱えたのかな？もったいないね。ここ見たことあるんだけど、見たことあるような気がするんだけど、違う？グリーンフレークへようこそ。やっぱり来たよ。お前さんもハーブの買い付けでここへ来なさったのかいと。あ、いやいや違うんだけど、入っていっちゃった。そうだね、ここ来たよね。ハーブに遊んでいたらね、持ち主のカサドールさんに怒られちゃったんだ。庭師のポルトおじさんも怒ったりしないの？あれ、おや、こんな話は知らないぞ。短い間じゃが、あのハーブ園でブドウを作っていた時期があっての、当時の主人が反対を押し切って始めたことなんじゃが、すぐに失敗してしまったんじゃと。あら、ここでも来てたよね。あれ、ほんとさ、この井戸の底には女の死体が埋まってるって噂なんだね。だからベイベー怖くなったらいつでも俺に抱きついて気になって。ベイベーってね、ブルブルと。
てないわ、ここ。これが出てくるということはね、来てないということだね。あれ、ハーブ園でどっかにもあったんでね、どっかにあったよね。あら、なんか変、こうだよね。ほう。あ、え、グリーンフレーク、あれ、グリーンフレーク行ったよね。屋敷が一人に渡っちまうとは、死んだボルクさんもかぶれねえぜと、そうなっちまったらもうみんなイワンのせいなんだ。ブドウ園なんか追っ始めて失敗したイワンだな。イワンのバカだね。え、ここは道具屋です。どんなご用件でしょう。あれ、あら、かなり前の話なんで頭がごちゃごちゃになってるんですけど、でもメダルが出てきたということは、私ここ来てないと思っていいのかな。おや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 、おう、幼馴染の私にはわかる。リンダが町を出て行ったのは、ああそうだ、ペペさんだ。どんな時が流れてもきっと愛したペペのことは忘れなかった。ああそうだ、ペペさん出て行ったんだ。あ、でリンダさん追いかけて行ったんだね。そうか、あの町か。ということは私、あの、なんだろう、あの井戸のメダルは取ってなかったんだね、ただ単に。そっか、井戸の作りが変わったのかな、イベントの、その進捗具合によってね。リンダが夫のイワンと息子を置き去りにして町を出てからもうだいぶ経つなと。今頃リンダはどこでどうしてるんじゃろうか。あ、そうだ、コメントで教えていただいてましたね。後日談が後で聞けると、これのことか。ありがとうございます。なるほど。あ、ここがリンダさんの家だったかな。そうだよね、ここリンダさんの家だよね。あ、違う、リンダさんの家2階建てだったかな。あ、じゃあこれもう一度やり直しなんだ。仕切り直してる感じかな。そうだね。あ、思い出した。あ、なるほど、なんか懐かしくもあるね。屋敷の今の主人であるカサドール殿は長い間体を患っているそうなと。献身的な大型の看病の甲斐もなく、ご主人は今もペットで寝たきりだとか。ある朝教会に来たら、身に涙をためた女がここに座っておったんじゃ。女は涙をこらえながら長いこと祈っておったわい。そしてその翌日、女はリンダは姿を消したんじゃよと。はい、お祈りしましょう。もう40時間になりますよ。40時間になりますね。皆さんお疲れ様でございます。はい、続きますよ。屋敷の今の主人である、ああそうだ、これ読んだね。かや奥様もお人よしだぜ。何でもイワンが踏み倒した魚屋まで払ってるそうなんだ。いくらかや奥様にとって、イワンが昔の主人だからってそこまでする必要ないのによと。おお、ああそうだそうだ、メイドの、おお、なんか動きが。待てよ父さん、まだ仕事終わってないだろう。あ、エペさんね。このあと草むしりだって残ってるんだぞと。辛いからって辞めたら仕事をくれたポルタさんに申し訳ないだろう。辞めたりしないさ。ただ今日はもう終わりだ。続きは明日にするよと。何が明日だよ。今日の仕事だって全然終わってないじゃないかと。そんな風にだらしないからお母さんはアイスをつかせて出て行ったんだぞ。分かったから怒鳴るなよ。明日からは真面目に働くけど今日はもう終わりだと。あれ、ちょっと人間関係が分かりきらない。母さんが出て行った。おや、確か、それはまずいっしょ。そんなことをしたら私が家奥様に叱られるわ。
え、でもこの料理を食べずに捨てるなんてもったいなさすぎるよ。そう、かやさんは、毒を持ったって、も、あの、毒を持ったっていう嘘を言った人だよね。でもこの料理を食べずに捨てるなんてもったいなさすぎるよと。気持ちはわかるけど、それは味付けに失敗したから、奥様に捨てるように言われてるのと。どうせ捨てちゃうなら犬にやったっていいでしょと。コパンだって毎日毎日残敗のこれものばっかりでかわいそうだよ。うわ、なんか怖い。たまにはちゃんとした誰も手をつけていない料理を食べさせてあげたいなと。よし、分かった。特別に見逃してやろうと。やった、ありがとう。それじゃあ早速料理をコパンに持ってくねって、これ、チェリっていう固有名詞を持ってるキャラクターがこういうことを言ってるので、ね、毒、前毒だったよね。毒を入れたわって嘘言われたんだよね。怖いなぁ。なんか今回のドラクエってちょっとホラー要素あるもんね。ああ、奥様が味付けに失敗した料理は絶対に捨てなきゃならないのになと。料理を捨てなかったことがかや奥様に知れた大目玉だ。ああ、大目玉だわ。それにしても、かや奥様は一体どこに出かけたのかしら。ああ、かやさんが出かけたんだね。で、エペさんっていうのは、出て行った庭師の兄弟で、さっきのがお父さんですよね。そうだよね。あ、寝てる。あ、そっか、カツドールさんね。寝たままですみません。病気のせいでベッドから起き上がれないのです。しかしこんな体でも楽しみだけはあります。カヤの作ってくれるサンドサンドの食事が今のわしの生きがいなんです。ご報告。あー、そういうことだ。毒盛られてんだこの人。あれ、カヤさんってメイドじゃなかった？あ、でもなんとアミタイツ、あれ前もアミタイツ見つけたような気がするんだけど、まあいいか。あ、そっか、かやさんは、だから、かやさんは、あれ？かやさん、奥さんになるのこの人の。あら？イワンさんは、イワンさんは、あら？あれ？イワンさん。あれ、ここ、主人がいたよね。主人がカサドルさんだよね。あら、ちょっと分かんなくなってっけど、かやさんというのは間違いなく当時のメイドです。それは私強烈に覚えてるんで。で、かや奥さんがどっか行っちゃったんだね。おー、こっち降りると、ああ、ここか。おー、面白くねえな。また奥様が言わんのに行くのを見ちまったぜ。はい。あ、イワンさんっていうのは、いい加減にかよ奥様も言わんの色なんか見捨てちまえばいいのにねと。あー、そうか、イワンさんはリンダさんが好きだったんだよね。で、リンダさんは、リンダさんは、そうそう、リンダさんはもう出て行った庭師の人が好きで、で、庭師が出て行って、リンダさんも出て行って、で、イワンさんは一人を貫いてるのかな、じゃあ、一人を貫いてるというか、で、カヤさんはイワンさんと結婚したかったんだけども、カサドールさんと結婚して、親父を早く、旦那を、イワンさんの親父である旦那さんを殺そうとしてんだね。うわー、怖いな、やっと紐づいた。じゃあバーに行った方がいいのかな。ここは2階は部屋だね。で、かや奥さんもちょっと出て行ってるっていう話なんで、あ、いや、かや奥さんが出て行ってるっていうか、あれだね、バーに支払いに行ってんだね。そういうことか。いいのあるかい。おお、魔導士のローブまで出てました。あ、でもやばいね、パワーナックルは、あ、強い。覇者の剣も、もうちょっと我慢して覇者の剣変えたんだね、私ね。おー、ドロドロした町だね。あー、この町に住んでいる人たちは灰色の雨、あー、灰色の雨か、灰色の雨の伝説を信じているけど、私としてはどうもねと。だいたい人が石になるなんて、そんな馬鹿げた話が現実に起こりえるわけないよと。おー、
いや凝ってるね今回。あもう犬がいる、ペペさんがいる。あ裏側、裏側じゃない横側だけどね。ハーブを買いたい方は園内の石に桃を付けくださいと。でちょっと待ってね、ここに確か家があるんですよね、使用人のね。オラガが緊張だった頃、灰色の雨ってのが降ってきてみんな石になっちまっただよ。だけんどあれら一度も灰色の雨が降ってこねえんだ。寝たし寝たし、あもう時間軸動いてんだ。あらららら、そういうことだね。お父さんにはペペっていうお兄さんがいるの。おう、ペペおじさんは町から東にある大きなハーブ園の屋敷、ハーブ園のある屋敷に住んでいるらしいの。ああそうだ、ペペさんだ。あんまり遠いんでまだ一度も遊びに行ったことがないんだけど。おお、そうかそうか、未来の話になってたからちょっとややこしくなっちゃってるんだね。お、机の上に手紙がある、読んでみますかと。噂でイワンのブドウ園がうまくいっていないと聞きました。直接力にはなれませんが、イワンと協力してなんとかこの危機を乗り越えてください。あとお父さんがいな、亡くなったそうですね。長男として父の死に目に会えなかったのが残念でなりません。この先手紙が破かれていってよ。え、どういうこと。イワンのブドウ園がって言ってるのは、イワンのブドウ園がうまくいっていない。あ、これペペさんからの手紙なんだ。ああ、あとお父さんが亡くなったそうですね。長男として父の死に目に会えなかったのが、ああ、え、お父さん亡くなってるの？さっき今日は終わりだって言った人は？え？あ、今のがイワンさんだ。ちょっとわかんない。ややこしすぎてわかんないね。あなた方はまさか、いやいやそんなバカなことがあってたまるかと。どうもすいません、突然取り乱したりして。私の兄を助けてくれた方に、あ弟はポルタさんか。皆さんがそっくりなので驚いたんですよ。まあ皆さんにとってはどうでもいいことですよね。それはともかくとして、ハーブ園よくそゆっくりご覧ください。やっぱり時間が経ってんだね。ほう、ということはお父さん亡くなってんだ。じゃあさっきどうのこうの言ってたのはあれか、イワンさんがもう辞めるって言ってたんだね。そういうことね。喜べポコパン、今日はすごいごちそうよと。メイドの私たちだって食べることのできない海王様のお料理で、うわー食うんと。あら気のない返事ね、もっと喜びなさいよ、お前のために苦労したんだぞと。ハグハグハグ。あーもうこれなんかダメなパターンだね。まあぽっこりいかないんでいいんだけどね。新しい仕事に、あこれアイペさんだ。新しい仕事についても困ったことに父さんは全然長続きしないんだ。もうリンダ母さんはとっても働き者だったので、なんで父さんは怠け者なんだ。あこのエペさんは、あそういうことか、エペさんがあのイワンさんの息子でさっき言い合ってたんだね。で父さんさっき去っていったのがイワンさんだ。あ分かった分かった。ああ、ひもづいた。ああ、ひもづいちゃった。なんせ久しぶりだったんだね。なかなかひもづきつかなかったんですけど、これで見えましたね。ということは、新しいところ、ペペさんが出てたところに行かないといけないですね。というわけで、お時間良くなりましたので、この辺で終わっておきましょう。ドラゴンクエスト7終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。